そっとさすらの結成したメンフィスのデザイン家具コレクションメンフィスのデザイン家具コレクションメンフィスは1981年に結成された他国籍からなるデザイナー集団で1980年代前半にイタリアを中心に世界のデザイン建築に影響を及ぼしたまたデザインにおけるポストモダンの代表としても一世を風靡したグループの中心にあったのは イタリアの建築家、インダストリアルデザイナーであったエッドレ・ソットサスであった。1980年12月16日の夜、若いデザイナーや建築家らが彼の自宅に集まって酒を飲んでいた際に、メンフィスグループは結成され、各々ののデザイン作品を持ち寄って1981年の2月に再開することを約束した。メンフィスの名は、結成の夜にソットサスの家でかかっていたボブ・ディランの 曲、スタックインサイドオブモバイルウィズザ、メンフィス・ブルース・アゲインに由来する、翌1981年9月の世界の家具デザインの祭典、ミラノ・サローネでの第一回展覧会は高く評価され、世界に衝撃を与えた。当初のメンバーは、ソットサス・アソシエーツにいたデザイナーが中心だったが、後に世界各国のメンバーを加えた。主なメンバーには、ミケーレデルッキ、マテオ・テュン、 マルコ・ザニーニ、アンドレア・ブランジ、アルド・チビック、バルバラ・ラディチェ、マーティン・ベダン、スペインのハビエル・マリス・カルラがいる。また、日本からは、磯崎新倉又ン、郎、シロ梅田・正サらが、メンフィスの展覧会に出展した。メンフィスのデザインは、多くの影響を及ぼしたが、一方で、装飾的、奇抜との批判も浴びた。また、ソットサス自身が建築の仕事に重点を置くように、 なったためグループは1988年に解消した。メンフィスの運動は1970年代のデザインへの反発であり、当時のデザインが書いていたユーモアのセンスや人間の内的な力の権威を回復しようというものであった。ソットサスはメンフィスのデザインを新たなインターナショナルスタイルと述べた。メンフィスグループのデザインは明るく鮮やかで刺激的な色彩を多用し、 携帯も複雑かつ有機的なものだった。当時の箱型で黒や茶色など暗い色を基調としていたヨーロッパの家具デザインとは対照的な色と形態であり趣味がいいという言葉とは結びつきそうにないものであった。メンフィスは保守的な観念やアプローチを取らず、クライアントからの制約なしに作りたいデザインを作ることを試み、1950年代のキチなデザインや未来的なデザイン、 ポップアート、アールデコなどからインスピレーションを組み、モダニズムのグッドデザインの概念とは大きく異なるものを作った。彼らは、議論に終始した感のあるデザイナー集団、アルキミアを1970年代末に去った後、実際に生産され販売されるデザインを試行し、デザイナーが製品のデザインにとどまらず、生活や公共と個人の関係もデザインすることを求めて、 多くの企業とのプロジェクトに取り組んだ。ありがとうございます。